ポケットモンスターサンムーン実況者大会シューティングメテオスターカップ、その初戦の相手はキムエモンさんです。俺的は千葉でレートに潜ってみようや、指を振るだけでフリーに潜ってみたなど、レートフリーね問わずに動画投稿されている方ですね。パーティー的にもね、まあ、どんな戦術を取ってくるのかもかなり読めないので、まあ、そのあたりにね、まあ、注意をして対戦に挑みたいと思います。それと私以前参加させていただいていた実況者大会でハニートラップを仕掛けるみたいなね茶番をやっていたんですけども、今回はですね、まあ、キムエモンさんをよく知るという方からキムエモンさんのね弱点をいただきまして、どうやらね彼はエスっ気のあるお姉さんが弱点だそうなんですよね。とまあね、ここまで言っておいてなんなんですけど、今回はハニートラップはねもういいかなって思ってるんで別にハニートラップとか、仕掛けません。ただ C って言うならね、まあ、こうやってあえてハニートラップをしないところに、まあ、S 気をね感じていただければなと思いますそれじゃあ、前語りの方はこの辺りにしたいと思います。それではどうぞ。はい、それではキムエモンさん視点の戦術考察やっていこうと思います。ただね、今回は初戦の動画ということで、まずはね軽くルール説明をしようと思います。今大会はテンパートナーズプラス自由枠というルールでして、さらにメガストーンを2つ、 Z クリスタルを3つまで選択し、大会中はその選択したもの以外は使うことができません。そして今大会ではね、自由枠にメガストーン持ちと Z クリスタル持ちを使うこともできないという、ルールになっております。でね、それが踏まえた上で、ね、私の考えたテンパートナーズとメガストーン Z クリスタルがこちらになります。ドン。このパートナーズのコンセプトを一言で言うならば蹂躙ですねカプテリフ、バシャーモ、サメハラを中心としてとにかく上から叩くというのを意識してパートナーズを組みました。ですので今回はとにかくそれを意識した対戦を心がけていこうかなと思います。ではルールの説明などが終わりましたので、今度はねキムエモンさんのパートナーズを見ていこうと思います。ドン。いやー、この並びを見てもね、もう何をしてくるか全く分かりませんねまあそれ言うにはめちゃくちゃ恐ろしいんですけども、しかもねテンパートナーズということで、まずここから選出されるポケモンを5匹まで絞る必要があります。ただ私のパートナーズと照らし合わせてみればある程度の予想は可能です。この対戦における絞り込みのポイント、それは素早さです。私のパートナーズは先ほども説明したように上から叩くという戦術が一番読まれると思います。つまりこちらのポケモンの素早さにある程度対応できるポケモン、これがキムエモンさんの選出に関わってくると判断できます。それを踏まえた上でまず1匹目はヨノワールですね。キムエモンさんのパートナーズの中で唯一トリックルームを覚えるポケモンだからです。上から叩くという戦術を崩すのであれば、これ以上ないくらい敵役となるでしょう。ただね、ヨノワールだけでは火力が不十分ですよね。なので、優秀なトリルアタッカーとしてコータスも採用される可能性が高いと思います。炎ジェットをね、採用することもできるので、コータスは非常にね、注意をして測らないといけないのかなというふうに判断しています。そして、キムエモンさんのパーティーには、トリルに関係なく、こちらの素早さに対応できるポケモンがいます。そう、スカーフメタモンです。メタモンは相手のステータスをコピーすることができるので、こちらの素早さは関係ありません。私からするとかなり困るポケモンだと判断しました。要警戒ですね。さらにですね、動画を見させていただいたところ、キムエモンさんはかなりスカーフメタモンを信頼しているイメージがあります。なのでこのポケモンは必ずパーティーに入ってくると思います。で、残りの3匹なんですが、まあ、パートナーズからは、ピクシー、ラグトリオ、ヘルガー、このあたりがまあ有力かなと思います。まあ、完全にね、消去法なんですけど、他のポケモンがあまりにも出せなさそうなんですよね。見た感じ。なので、まあ、この3匹の中から2匹が来る、っていうふうに思っています。そして最後の1匹が自由枠だと思うんですが、まあ、これがね、全く絞ることができませんでした。今大会ではね、自由枠に使えるポケモンの種類にメガポケモンが禁止以外の制限は全くないんですね。なので結構ね、まあ、お手上げ状態なんですけども、サメハラとメガバシャーモン、
さんっていう、まあ2つのね、メガサメアラ、メガバサーモっていうメガバクを意識するのであれば、隠れヒレやドヒドイレなんかは、まあ、来る可能性が十分にあると思っています。では今度はそれを踏まえた上で私のパーティーを紹介していこうかなと思います。でまずは自由枠から紹介します。今回の自由枠はドリュールです。技構成はアイアンヘッド、地震、岩石フジステルストック。性格は石っぱりで A ベッター。スライスはガンプ1回で最速ダグドリを抜けるように調整、残りを HP という感じです。そして持ち物は気合のたすき。今回はこの子を先発に出して裏のポケモンの全力リートを作ってもらう予定です。ステラの枠はね、まあ、剣の舞とかにしてトップ力を上げようかなとも思ったんですけど、今回はね、場作りを優先してこのような構成になりました。で、この子ね、場作りをした後に出すポケモンなんですが、バサン、サメハラ、カミツルギ、この中から2匹を選出する予定です。まずはサメハラからご紹介します。この子は性格いじっぱりのメガサメハラですね。素早さを1加速した素のサメハラで最速ダグトリを抜けるように調整をしています。あとは A にぶっ刺して残りを耐久といった感じです。朝構成は滝登り、神砕く、道連れ守る。基本的には2番手に選出し、攻撃技が道連れで必ず1匹は倒すことが目標ですね。次は神剣。今回はスカーフでの採用となります。性格は意地っ張りで、素早さはスカーフメガサメ肌抜きに挑戦しています。スカーフメガサメ肌ってなんだよってね、思う方もいるかもしれませんが、つまり私のメガサメ肌がお相手のスカーフメタモンにコピーされても1こちらが素早さが上回るように調整しているということですね。もちろんこちらのサメ肌が一度でも加速しているとおじゃんになるわけですが、そこはね、立ち回りでカバーしていければなと思います。メタ構成はリフブレ、スマホ、続きり聖剣となっています。3番目に出してビーストブーストの力で全抜きを狙っていきたいですね。最後は、バサーマですね。性格はおっとりの、両刀の子です。サメ肌は同様素早さを1加速で最速ダグトリを抜き、残りはシーブッパ、あとは耐久に振っています。基本的にはサメ肌が出せそうにない時の2番手要因ですね。朝構成は大文字、飛び火が蹴り、守る、そしてソーラービームとなっています。持ち物は当然クサゼット。クサはね、剣も作業してるんですけど、あちらはスカーフでちょっと融通が効かないので、こちらで対処できるようにという感じで一応クサ技を持たせてクサゼットを採用しています。まあ、この子はね、基本的な性質から外れているので、出さなければならないという状況はできればない方がありがたいですね。とここまではお相手のトリックルームを無視した選出となります。 NR はね、まあ、ほぼ必ずパーティーに入ってくると予想しているので、実際はその対策用意のポケモンを選出することになると思います。そう、そのポケモンは、そう、カプテテです。性格は控えめ、努力値はほぼ HC ブッダで、技構成は最近ね、気合玉、シャドーボール守るとなってます。で、持ち物はね、ゴースト Z となっておりまして、これで HB だけのヨノワールを一撃で倒すことができます。 HD に振られているとまずいんですが、おそらくメガサメ肌やメガバシャンモンなんかを意識して物理に耐久を振ってくると思うので、倒すことは可能だと判断しています。もし倒せなくても時間を稼ぐために守るを採用しています。最近はメインウェポンで、気合玉はヘルガーへの打点プラスメガサメ肌やカミツルギ、ドリューズをメタモンにコピーされた時の打点にもなると判断しての採用ですね。敵以外にね、鋼の通りはかなり悪いので、別の技でこだわらせて気合玉で倒すという算なんです。ヨノワールがいた場合はトリルケアのために先発で出して、裏にドリューズ、最後にサメ、剣のどちらかを選出する予定です。最後に選出する気は全くないんですが、カバルノを採用しました。まあ、リヒがドリューズが起点作りと思わせないためですね。これで砂時アタッカーだと判断してくれたら非常に美味しいかなと思います。と、今回のパーティーはこんな感じになっております。でも今回用意した対策はこれだけじゃなくて、もう一つポイントがあります。皆様お気づきになられましたでしょうか。そう、それは HP です。今回の私のポケモン全員が HP に努力値を多少は振っています。なぜかと言いますと、これはお相手のメタモン対策としてこのようにしています。メタモンがコピーできるステータスは HP 以外のステータスです。つまり HP に努力値を振れば振るほどお相手がコピーできるステータスは弱くなるというわけですね。正直ね、馬車とかサメとかブッパでもいいんじゃないかなと思ったんですけど、一応ね、この対策として調整を施して少しでも HP に振るように意識してみました。
さて、これでパーティーの紹介も終わりですかね。ではこのパーティーでキムエモンさんを蹂躙して差し上げましょう。それでは当日までカットしたいと思います。どうぞ。それじゃあね、ポケットモンスター3面実況者大会、シューティングメテオスターカップですねの、カクテルフブロック1戦目ヒカナ VS キムエモンさん戦やっていきたいと思います。で早速ね、キムエモンさんの方からパーティーが送られてきたんですが、10枠ラッキーです。ラッキーかー全然予想してなかったんですけど、まあ、どうするかって感じですね。じゃあしっかり考えていきましょうか。はい、未来のヒカナです。まずはね、一つ皆様に謝罪をさせていただきます。今回のキムエモン参戦ですが、対戦の録画を失敗しておりました。ですので今回はキムエモンさんが録画したデータをお借りして、そちらの視点から動画を作らせていただきました。この度は本当に対戦相手のキムエモンさん、他の参加者の皆様、並びに運営主催の方々、そして視聴者の皆さんは誠に申し訳ございませんでした。今後はね、このようなことがないように気をつけさせていただきます。というわけでね、このまま引き続き選出予想の方もやっていきたいかなと思います。切り替えていきますよ。まず、キメモンさんのパーティーですが、かなり予想通りでしたね。これはね、かなりこちらが有利に進められそうなんですが、ラッキーがめちゃくちゃ重いです。バサーも、まあ、A にはねほとんど振ってないので、まあ、このポケモン突破できるかが、まあ、非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。ただね、やっぱりトリックルーム展開も警戒したいので、カップテレフは選出をしたいかなと思います。となると、初手カップテレフ裏に格闘技持ちの神剣は確定したいところですかね。最後の一匹なんですが、タスキ持ちでストッパーにもなれるドリューズを採用しました。まあ、こうなってくるとね、ドリューズストロじゃなくて剣の前の方が良かったなって話になってきちゃうんですけども、ないものはね仕方がないので、この3匹でいきたいかなと思います。初手カプテリフ裏に、まあ、通りが良くて格闘技を採用しているスカーフ神剣に、そしてストッパーにもなれるタスキドリューズを最後という感じでやっていきます。それじゃあ対戦までカットします。どうぞ。よし、やっていきますか。テテフ、剣、ドリュース、この3匹でいきたいと思います。いやー、初手ヨノワールじゃなかった時しんどいんだよね。ラッキーだったら神剣バックしていいのか、ちょっと怪しいとこですよね。ゴーストタイプがいるのが、格闘透かしがいるのが厄介なところですけど、テテフ、剣、ドリュ、これでいきたいと思います。いいな、後悔しない、大丈夫、どれじゃなくてサメ肌の方がいいとか後から言わない、大丈夫、よし。じゃあ静香ちゃん、神剣、スネオでいきたいと思います。いけるよねー、ポチ。あー、緊張する。とりあえず深呼吸したいと思います。あ、その前にキムエモンさん対戦よろしくお願いします。やっぱ初戦はね、分かっていきたいんで頑張っていきたいと思います。初手ヨノワールユミです。とりあえず一旦落ち着くために深呼吸します。ほうほう、ピクシーから来た、予想外ですね。初手サイコキネスでいいですかね。とりあえず打点取れるんで、何してくるんだろう。初手ピクシー、わからないですが、ここは一旦サイコキネスでとりあえず打点を取りに行きたいかなと思います。悪タイプいないですよね。交代されてまずいポケモンがいるとしたら、いや、いないな。メタモン出てきてもゴーストゼットで落ちるし、ラッキーがしんどいですけど、ラッキー来たらまあそこから剣出すしかないんで、うん、もう
しゃあないですよね。降ってきたらその時はその時ということでやるしかないので、ここは最高検出でいきたいと思います。さあ最高検出通る8割くらい、まあ7割、8割。さあ Z 技、さあノーマル Z、 さあ何ですかね、めっちゃ悪い顔してる。さあ絶対がいい。そういえばキムエモンさん別 の動画見させていただいたんですけど、所定指を振る Z って別のとこでもやってたんですよね。いやまさかこの舞台でやってくるとは思ってなかったんですけど、まさかちょっとやってくると思ってなかったですね。まあ、ここは最高熱で落としていいですよね。ラッキー来たらそっから考えます。最低でよし処理する。オッケーオッケー、これかなり有利と出ましたね。ピクスいなくなったんで、神剣はね、ラッキーに対して聖なる剣打ってもそっから空いてるんで、ケアマザーラッキーですよね。ファッションがいいんで、剣出します。剣だから出して大丈夫かな、どれから入った方がいいとか実はある。いや大丈夫だと思います。ここは剣から入るのかな。ラッキーなんで、あるとしたら毒毒とか地球投げだと思うんですよね。毒毒が一番美味しいんですけど、火炎放射はないと思うな。神剣意識で採用するかな、一応あるっちゃあるかな、剣意識で。いやーどうかな、でもラッキーが一番見たいのって場所だと思うんですよね。ここは剣でいきたいと思います。さあ神剣、あーティップステから入ってもよかったかな、どういった卵読み、あーラッキ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 ーですね、目の前にいたポケモンもラッキーじゃなくてってやつじゃないですね。ここは聖なる剣で攻めていきます。半分入りますよね、入らなかったら次泣きますよ。さあ聖なる剣、あ当然いきますね、よしよしよし。カウンター、あーカウンターか、これ落ちますね、しゃーないしゃーない。あーこれまずいか、ちょっと待って、ドリの地震で落ちるか確認します。ちょっと待って、あいへんひるみぎ始まった、ちょっと待って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 、無警戒すぎたか、え、で、実は絶対落ちないんですよね、ドリの地震じゃ。ドリそんな火力ないし、一応補正アニのレールットの地震なんですけど、計算しろ計算しろ、ちょっと待って、まずい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 、事故みたいになってる。ラッキーラッキーラッキー、ビーブッパー落ち物、進化の奇跡。ちょっと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 、いやこれ落ちると思う、さすがに落ちるでしょ、 HB されてると。まずいけど、いやこれはドリでいける。さあ型破り、まあ、それ関係ない、ここは自信で。いける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 、落ち着け落ち着け、めっちゃ考えてる。いやどれにつるまいたかったらなってかったかも。さあ地震落としてね、お願いします。あーマジか、全然落ちてない、ラッキーやった地球投げ、ちょっと待って、落ちる読みか、それともつるまい読んだってこと、いや何でもいい、とりあえず裏見ましょう。え地震で OK だよね。ヨネアキも地震でいい、メタマも地震でいい、コーテスも地震でいい、ダグトリオも地震でいい。ただこれダグトリオちょっときついかな、ダグトリオの地震2回で結局落ちるかな、 HB だけど、いや落ちるよなさすがに、ラス1、あーこれきつくなったかな、スキーさん見せたかな、あ
いやいやいや、とりあえずいいんですよ。イミテイト、メタモン、あーメタモン地震で落ちる、地震で落ちるんだけど、キリストが気合玉持ってるから一発耐えて気合玉で勝てるんですよ。スカーフだよね君。地震で、もう今日スカーフ、ここ同速負けだったらしんどいんですけど、助け持ちでじゃなかったら大丈夫。気合玉ゲームになるけど、当てれば勝てる。静香ちゃん頼む、当てるよね。ティティフちゃん信じてるよ、信じてる信じてる、お願いします、お願いします。ちょっと待って、ゴーストZ落ちるんだったらそれでいいんですよ。計算しましょう、冷静になりましょうね一旦ね。祈ってる、祈る前に、祈る前に冷静だな。シャドーボール、シャドーボールで、レッド技になったんですね。が、ブルーズに対してどれだけ入るか、私は耐久を14ぐらいしか使ってないので、ほとんど使ってないと考えしていいですね。でどれだけ入るか、あー、全然入んないですね。あ、来てもらってた。時間大丈夫だよね。あ、そうそうそう。あー、まあでも、どうかなー。140から160を。メタモンの HP っていくつだ？メタモン。H 全部とかでしょ。最大 HP。155。あー、これ落ちないなー。ってことは気合玉打つしかないってことか。じゃあ頼むよ、お願いします。地震は一発耐える、それ大丈夫、 H 振ってるんで。これもね、お願いします。よっしゃよし、これは勝ってるでしょ、しゃーいやー、ちょっと神剣のあのあれですちょっとプレミとかいろいろ激しかったんですけどカウンター無警戒とかいろいろあれでしたけど、とりあえず勝てました。キメモンさん対戦ありがとうございましたいやー、まあいいんだよ、何はともあれ勝ちましたんで、やったねそれでは後語りまでカットしたいと思います。どうぞ。皆様、ここまで対戦の方をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ここからはですね、後語りとなりますので、お好みでご視聴くださいませ。いやー、勝ちましたね、やったーと言いたいところなんですけど、まあ、正直対戦内容的にはあまり褒められたものではなかったかなと思います。まず初手、もしあのまま指を振りゼットで別の技、特に攻撃技がですね出ていた場合、結局最後の地震を耐えきれずに負けていた可能性が十分にあります。なので、まあ、選出の時点でやらかしてしまっていたのかなっていう気もしますね。それ以外のラッキーのカウンターをね、ど忘れしていたりなど、もっとね冷静にプレイしたい場面が多かったっていう印象があります。まあ、彼らも守ってない剣の間にね怯えてくれただけですし、勝ちを拾ったっていう言葉がとても似つかわしい勝利だったのかなと思います。非常に悔しいですけれども、まあね、まあ、そんなしょぼくれててもね仕方がないので、まあ、一応勝ちは勝ちですので、パッと切り替えて次の対戦に臨みたいと思います。そんな、次の対戦相手は相良宗介さんです。相良宗介さんといえばマイナーポケモンをよく使われている印象があって、実際にねパートナーズもそのようなポケモンが非常に多いです。そんな彼が大会の舞台でも普段通りに戦われるのか、それともメジャーポケモンを自由枠から連れてくるのか、いろいろとね警戒しながら対戦に挑みたいと思います。次の10日はですね、8月18日となっております。ちょうど10日後ですね。ぜひ
お楽しみにしてください。それではここまでのご視聴本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ぜひまた次回の動画も、キメモンさん視点の動画も、すべての SMC の動画も見てくださると大変嬉しく思います。それじゃあバイバーイ。